はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、これからのグランブルーファンタジー6周年特別号が来たよということで、先月の時点で告知されてたんですよ。今月のこれからのグランブルーファンタジーはいつも通りの3月1日ではなくて、生放送が終わった後にそれをまとめる形で紹介しますよっていう風にやってたんですけど、生放送の情報をまとめる形ですね。ただ、こちらのこれからのグランブルーファンタジー特別号はただまとめるだけじゃなくて、なんかその今までその視聴者がというかユーザーが思ってたこと、例えば3月8日に生放送あって、これってこうじゃないの、これってどうなんだろうっていうその疑問点を答えてくれたりするのが、こちらの方これからのグランブルーファンタジーで追加情報として入ってたりするんで、そちらの新情報も逃しなく言っていきたいなというふうに見ていきたいなと思います。それじゃあよろしくお願いします。3月8日の特別生放送、6周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルにてお知らせした今後のアップデート情報やイベント情報など盛りだくさんでお伝えいたしますと、かなり多いと思うんで、サクサクいきましょう。おそらく動画時間3、40分見てます、俺の中で。現状では分かんないけど。で、バトルシステムバージョン2追加。3月10日にバトルシステムバージョン2を追加いたしました。現在適用済みおよび適用予定のあるクエストは、フリークエスト神竜の眼、リントブルム HL 六竜討伐戦、で、バトルシステムバージョン2は従来のクエストや決戦星の五戦場など既存コンテンツ、そうなんだ。あのね、言われてたのがあったんですよ。決戦星の五戦場の肉集めが、HP50% トリガーが飛んでこないじゃないですか。そう、 50% トリガーで飛んでこないから、どこどこのオーダーが来ないんですよ。バトルシステムバージョン2で始まってしまうと、カウンターキャラクターが2ターン必要になっちゃうから戦えなくなるじゃんっていう。だから古戦場の肉集め のバトル適用2バージョン2適用はちょっと危険なんじゃないっていう話はあったんだけど、そこの情報の補正ですね。今後追加される新たなコンテンツについてどちらのバトルシステムを適用するかを都度検討してまいりますと。で、バトルシステムはこれまでのバトルシステムにガードシステムと予兆演出が追加されたシステムですと。で、一応ね、俺勘違いしてたんですけれども、この予兆演出の時にHP トリガーの構え技と CT マックスの構え技2つあったんだけど、なんかピカって点滅して分かるらしいですね、そのチャージターンマックスかどうかによって。だからそこらで分かるっていう話だったんだけど、僕ちょっと3種あった方がいいと思ってて、HP トリガーの特殊技と CT マックスの特殊技と、栄翔技の特殊技、この3つは俺はなんかいろいろやった方がいいんじゃないのかなっていうふうに思った気がしますね、っていうのは思った。ガードシステムは便利だよね。なんかガードでかなりダメ下がるじゃん、いいなと思ったんだけど、無属性飛んでくんだよな、あのさ赤いウィルナスで来た時もそうだったけど、結構みんな言ってるけどね、無属性飛んでくる、あれさ、かなり後の方で出すべき仕様だよな普通に。最初でさ、ガードシステムやったよ、ぜひとも楽しんでみてね、えいえいみたいな感じでやったらさ、無属性ズドドドドドドみたいな、いや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 、ちょっとそれは思ったわな、俺も思ったよ。だからぶっちゃけ次のと六竜はおそらく超火力の特殊技をポンポン飛ばしてきて、ガードシステムを多用させるタイプの六竜だと思うんだよ。でもあれ毎日2回やるんだろう、結構大変じゃない？なんか割とスキップ機能欲しいんだけど、六竜結構今でもなんかあれだよね、手間増えてるなって思っちゃうんだけど、だから六竜は俺はスキップ機能とか実装してもいいと思ってるけどね。編成枠も食うんだよな。さらにチェインバーストの効果と発情条件が新しくなりますと。新たなチェインバースト、チェインバーストゲージが 10% 溜まる、チェインバーストゲージが 100% 溜まると属性に応じたチェンバー発動、ダメージに加え様々な追加効果が発動するよ。これも結構言われてて、チェンバー上限アップとかが死んでないみたいな、言われ方をしてましたね。僕も確かにね、それは思った。チェンバー上限アップとかがなんか死にスキルになるのはどうなんだろうね、そこら辺も。おそらく、バトル2もね、実装したばっかだから今後いろいろ出てくるんだろう、調整が入るだろうっていう期待はあるんだけど、そこら辺はやっぱ引っかかったところではあるよね。俺も正直ちょっと引っかかったところではあるんで、そこら辺に対する回答は、俺はちょっと運営のやつは、回答ってその言葉の回答じゃなくてね、こうしますっていうその実際の行動の回答を、僕はちょっと楽しみにしたいなというふうに思ってる所存でございますかね。
バトルシステムバージョン2はクエスト画面で V2 アイコンが表示されているクエストに適用されますと、うん、まあただ面白い試みではあったよな。そのなんか悪いとこばっか言っちゃってたけど、うん、面白い試みで、だって手入れようって思わないやん、普通に考えて。ここを前提として当たり前だから触れることすらなかったことをさ、なんかこう触れようとするっていう、俺その気概はちょっと買いたいなと私は思っておりますけれども、どうでしょうかね。まあ楽しみ、今後が楽しみかなという感じです。シックスアニバーサリースクラッチが追加されてますと。来た、俺のギャンブル依存症が発言したらどうしてくれるんだキャンペーンね。スクラッチは可能期間であれば獲得したコインはいつでも使用することができますと。あ、挑戦可能期間ってこれ明示されてた？あんまて明示されてなかったよね。だって俺これ31日で、あの記念コイン入手期間が31日でこれで終わりだと思ってたけど、スクラッチに挑戦可能できるのは4月7日までだって。1週間の猶予があるから、だからまああの割とあのコインを貯めても大丈夫そうだね。貯める派の人は貯めても大丈夫そうっていう感じかな。うん、で、RPXP6 倍キャンペーンが開催中ですと。うん、で、こちらの方で、これがね、上限あるんで、まあ、ランクポイントっていうと100万、一重100、1000万、10万、100万だよね。100万っていうとね、ランク250ぐらいになってくると、ランク250ぐらいって確かね、249から250って700万ぐらいいるっけ？400万だっけ。まあ何にせよね、割とランク200台、230、40ぐらいからね、1ランクポイント上げるのに200万とか飛んでくるんで、まあ割と100万っていうと序盤の底上げだね。うん、やっぱ序盤の底上げを狙った感じの6倍だったんだろうなっていうような感じだね。まあ堪能させていただきましたって感じかな。で、シックスアニバーサリーガチャセットが解禁されました。僕は、これはあれ取ったね、セルエル取ったね、うん、クリスマスセルエル取りました。で、6周年記念武器交換チケット、僕はこれまだ取ってないな。結局でも結構マジェスタスと支配の天秤取ってる人が多かったような印象ですね。皆さんは何を取りましたか？うん、で、まあでも4月何日かに最終上限解放があるらしくて、あのオールド系のオールドウェポン系だから、そこら辺見てからでも遅くはないかなっていう感じですね。オールドオベロンとか最終上限解放した方がいいぜっていうようなノリになったら、こちらの武器でさらっと取ってしまった方がいいこともあるかもしれません。オールド武器ってあんま出ないからね、まあ、交換できるんだけど結構集めるのめんどくさいから、そこら辺も、ワンチャンあるかもしれません。で、全属性 SSLR 武器を6本配布いたしますということで、こちらの方いただきましたね。まあ、かなり嬉しいよな。シュバケンとかも手に入ったし、セレコブシもそうだし、まあ、コロツエもリバ探検もそうだよな。割となんか嬉しい、これマジで嬉しい、はい、ありがとうございますって感じかな。で、6周年アニバーサリースキンセット販売中、これ両方買いました。アグロバルと、クラリスですね、両方買ってしまっていく。で、スタレガチャ第1弾開催しますと。で、3月10日から3月14日まではこちらの方、限定キャラ確定、限定キャラ解放武器を確定で入手できますよと。で、第2弾の方が、リミテッド系のね、レジェンドフェス限定キャラの解放武器を確定一本入手、まあ、ビカラとかね、おそらく12神将アンチラとかもクビラ以外は出るのかなっていう感じだけど、かなり、いいですねこれは回したいよな。まあ季節限定はスルーしたいっていう気持ちはまあちょっと分かんなくもない。うん、まあだってリンクスメイト契約してたらリンクスのチケットでも交換できるし、まああと6周年キャンペーンが来ればまあ最低でもね3体ぐらいは取れるわけですよ、それを考えると。でもこちらの方は絶対欲しいからまあこっちだけを回すって人もいそうな感じだよな。まあなんだかんだでも6000円だからね、すげえよな、高いよなさらっと言うけどさ、3個で1万だもんな、結構すごいよね。まあ何の気兼ねなく回しちゃってるけどね。で、新マルチバトルリンドブルム HL が追加されました。リンドブルムね、まあ結構俺最初の方救援ボコボコに出てきてとんでもないことになるかなと思ったけど、意外とあのマルチバトル見たら結構いるよねリンドブルム結構リンドブルムいて、僕はたまにフル落としに行ってますね。もう死んでないなってやつはフル落としに行ってます。はい、で、六竜討伐戦が追加されました。ウィルナス、イービア、そうなんかこれ週1ごと追加されるらしくて、5日後にイービアで、ワムデュス、ガレオンで、光と闇も名前は出てましたね、シナリオ見てると。名前忘れちゃったけど名前は出てました。うん、
で4月末までに全66星が揃う予定となっておりますのでお楽しみにという感じでございました。まあ、正直スキップ機能が欲しいです。これに関しては現状でもだって5、6分かかるもん。これ俺 5、6分かな、まあ結構かかっちゃうんで、まあ、ぶっちゃけこれをスキップしたいなっていうのが、今現在思ってるところかな。編成枠も食われるんでね、編成ギリギリなんだよね。なんで僕の中では、まあ、ちょっとスキップ系の機能を今後は実装してほしいかな、改めてねちょっと思ったりするというのは、はい、強欲でしょうか。で、次、新武器ドラゴニックウェポンで、これね新強スキルかなって思ったら EX 工事なんだよね、第一スキルが。でドラゴニックウェポンの入手4段階目の上限およびスキル変更のためのトレジャーはリンドブルム HL で、5段階目の上限解放に必要なトレジャーはそれぞれの6流討伐戦で入手することができますと。でドラゴニックウェポンの2つ目および3つ目のスキルはどれそれぞれ自由に選択することができますという感じなんだけど、この火ダメ軽減、この属性軽減系スキルが結構強いらしくて 25% なんだっけ、とんでもないよね普通に。 25% 軽減ってすごいよな。で第3スキルが真意か、真意だよね、真意か法人真意、そっか真意か法人真意を選べるんだよ、すごいよねこれ。いや普通に強い武器だと思うんですけど、ただねエレメント消費量666個とか使ったよね。まあエレメントが僕は石砕かなきゃいけないなっていう感じで今ちょっと倉庫、まあ足りなくなったら砕こう、使うことになったら砕こうと思ってるけど、結構エレメント厳しいから、まあ古戦場が来たらねエレメント稼げるんで、まあそこら辺も込みで古戦場の比重がちょっと上がるのかななんていうふうに思ったりするから、まあエレメントの救済はもう少しないと、まあ僕は一応まあ大丈夫なんだけど、初心者の人だったら少し厳しいかもなって思ったりすることもあるかね。ただまあドラゴニックウェポンっていうのが、まあ、あのルシファー HL までに作れる、ルシファー HL 頑張りたいよっていう人が作れるっていうその救済というかステップアップの段階だ、言うなれば飛び箱のなんか1段と2段の 1.5 段追加みたいな感じだよね。だからそういうのは僕は全然歓迎したいなと思ってるんで、なんかもただどうなんだろう、週末と重複で負荷っていうのが難しいよね。だから週末5凸あったらいらないのかなっていうのもちょっと実際に作って試したいよね。5凸できたら試したいと思ってます。今はあのウィルナスずっと回ってます。で、新クラス4ジョブ追加、3月10日に新クラス4ジョブランバージャック&キャバルリー。俺キャバルリーの動画まだ出してないよな俺なんかねキャバルリーおもろいなと思って、ただもう少し使ってみようと思ってずっと使ってたら動画上げるの忘れてたわ。ランバージャックはね、なんか結構ランバージャック可能性の塊というか使いやすいって言ってる人が多いよね、ランバージャック。まあ一浴びいいよな。特技武器が斧と楽器で、いろいろな森の動物たちと共に戦う賑やかなジョブです。主人公が奥義を発動したり敵が特殊技を対応使用した時などバトル中のさまざまなタイミングで動物たちが登場、パーティーを立ち続けてくれる演出があります。ランバージャックの取得条件はベルセルクとエディションがレベル20で専用の称号でしたと。はい、で次キャバルリー、槍と銃ですね。どちらをメイン武器を装備するかによって、そう全然違うんだよな、銃と槍どっちがいいんだろうっていうところもあって、槍を装備してるときは敵の攻撃を引きつけて反撃、銃を装備してるとき敵の攻撃から身を守りつつ援護すると。だから両面あの王流で2番手を10点集にする編成だったら、今後あのこれ銃を装備してるときは渾身効果みたいなのついてるんですよね。だから、まあダブル王流、ダブル王流システムの狩りをするんだったら、まああの王流槍とかメイン装備時奥義性のアップっていうスキル系があるのを除いて基本的にキャバルリーメインで重装備することになるのかななんていう風に思ったりしてますね。でキャバルリーはスパルタ&ハウンドドッグです。はい、でなおそれぞれのジョブに対応する英雄武器は4月下旬追加、これも楽しみだよね。英雄武器どうなるんだろうな。だってさキャバルリーって両方顔が変わるんでしょ、全然顔が違う武器だけどどっちの武器になるのとか、ワンチャンどっちも出るかもしれないよななんかだってそれぞれの、だって今までなかったじゃんスパルタとハウンドドッグ、クラス4からのさらに派生ってことはさ、ジョブ武器もなんか2個追加するってのもワンチャンあるよね、斧とかキーとかもね、なんかそういうのも、まあ、全然違ったら悪いんだけど、まあそういうのも楽しみかななんていう風に思ったりします。でも言うてキャバルリーに関してはそこら辺に関してなんかのあれがあるでしょ、だってスパルタ槍出しますってスパルタオンリーの槍型オンリーのやつ表示ポーンっていうのはやっぱ寂しすぎるんでね、ちょっとそこら辺は期待したい。はい、で次クラス4ジョブにリミアビ追加。あ、そうこれ触ったの、結構なんか
面白かったのはこのアプサラスの霹靂宣伝だよね。得意武器槍のキャラが必ず TA、 これ面白いよな。だから槍得意染めにして必ず TA させるっていうのはなんか面白かったなって思いましたね。例えばだけどヒパはすごいいいんだよね、この霹靂宣伝を扱うには。で、槍得意のキャラが必ず TA だから、例えばゼタ、シバ、この2人だよね。ゼタがトリプルアタック時に追加ダメージっていうのがあるし、シバはもともと余ダメージ上昇、奥義ゲージが溜まりにくいが余ダメージ上昇っていうスキルがついてるんですよ。通常攻撃の火力がもともと高いのに霹靂宣伝でそれで TA を確定できるから。で、これ得意武器槍のキャラだから主人公って別に斧持ってていいんだよね。ソルレムナント持ってていいんですよ。斧持ちながら TA するから、両方持ってんだよね。霹靂宣伝使うと主人公は槍得意だから TA しつつ余ダメ上昇、通常攻撃の余ダメアップってのがつくんだよね。っていうところでアラナン1ターン狩りとかを考えるんだったら、アラナンよりも霹靂宣伝の槍得意キャラに染めるっていうのも全然ある形かなっていうふうに思いましたね。まあただアラナンアラナンで追撃あるんで、あれですけど、面白そうなスキルだなと思いました。霹靂宣伝。あとレプリケーションキャストは使用間隔が3ターン後っていうところで使いづらいんだけれども、まあ杖キャラの数に応じて奥義ゲージアップの効果も上がるんだよね。だから杖得意キャラクターが増えれば増えるほど、なんか奥義ゲージが 100% とかパーンって上がるらしくて、割と面白い性能してたな、レプリケーションキャスト。どうなんだろう、アラナン、いやまあアラナンアラナンうるさいけど、奥義ゲージ 100% 消費系のキャラクターとかだったら割とありか。あと闇パとかで普通に奥義でぶっ飛ばすとかもありかな。まあ夢が広がるアビリティだったなっていうのは俺は思いましたね。レプリケーションキャストと霹靂宣伝はいい感じ。まあ、あとウールブヘジンに関しては主人公というかベルセルク自体がウェポンバースト持ってるから、まあ、自分の奥義ゲージ 100% 消費っていう風になったとしても1アビポンバからのウールブヘジンっていう風に使えるから、まあ、割と使いやすいアビリティではあるよなっていう、攻撃特化型のねアビリティだなっていう風に思いましたね。でチャットスタンプワラビーが追加されました。結構設定してる人多い気がする、わらび。でアーカルムパスポートの所持上限アップ、これもな、生放送中に言ったけどさ、処理がね大変なんだよね。俺30枚処理するのに3時間かかったんだよね昔。30枚処理するのはだいたい 2,3 時間かかる人多いんじゃないかな。俺トレハン入れないタイプだけど、それでも2時間半ぐらいかかるんで、90枚になるとおそらくまあ単純に3倍、じゃ効かないんじゃないかな。ね、やっぱり疲れとかも出るから、8、9時間ぐらいは時間かかるんじゃない。そこら辺もね、っていう感じはありますね。はい。で、これ欲しい。これもう来てんの？これ来てる？リスト倉庫の。ちょっと待って、確認させて。増えてる？リスト倉庫。すでにショップで購入できる。あ、在庫、あ、そうなんだ、在庫が増えてんだ。あ、ほんと、あ、これ、あ、知らなかったわ。あ、ほんと、これありがとう。宝鐘石で買うの、ん、あ、増えてるわ。これ宝鐘石で、これごめん、宝鐘石で、俺宝鐘石貯めてんだよ。これだ、モバコイン。おお、買う買う買う、2000モバコイン、やったー。あ、なんか増えてねえな、いつ来んだろうと思ってたわ。いつ来るんだろうと思ってたけど、ありがとう運営さん、マジで。あ、よかった、700になったわ。700になってよかった。もう俺これいつ来るんだろう、待ってるって思ってたんだけど、3月とかにされてたんだ、よかったわ、ありがとうございます。はい、ということで宝鐘石もしくは、モバコインによって可能みたいです。ぜひともやっておきましょう。で次、武勲の輝き交換に武器追加。武勲の外交官にケルベロス、フェニル、透滅性になってますと。で、合わせてこれらの、そう、結構最終できないじゃんって言ってるコメントあったんだけど、生放送ですでにこれ言及されてたんだけど、4段階目に上限解放に必要なトレジャー数が、調整されますと。フィンブルの最終上限解放とかのトレジャーが、ケルベロス、フェニル、透滅性の素材とか必要なくなるように調整するよっていうのはもう言及されてますね。なんで、まあ、3月10日に追加されているから、今月交換と来月交換で4と2
つ1本が水子戦場前に入手できるみたいですね。まあ、武勲の調整とかは、しておきましょう。4月の初めにね、取れるようにしておくといいと思います。で、1回分のガチャチケット、これ神機能なのよ。そう。みんなこれ神機能なの知ってる？3月10日よりレジェンドガチャチケットなど1回分のガチャチケットの複数所持している場合10枚を上限として複数枚を同時に消費できることができるようになりましたと。でレジェンドガチャを10枚まで貯めて消費している場合 S レア以上1回確定ん？あーなるほどね、なるほどなるほど、単発チケを10枚やった時に S レア以上確定とかに消化したりはしないよっていう話ね。でレジェンド10連ガチャチケをまとめて消費することは最大10連までになってますよっていう感じね。100連回してブルルルルルルンってクリスタル100個回ったりはしないよっていう話だな。で最終上限解放、3月24日に水 SS レアのベインの最終上限解放を実装しますと。さらに、かぐややジオーダーグランデの最終上限解放を同日に予定しております。うん、いや無属性の敵に対してよだめ 5% アップだね。グランデはいいよね、無属性の敵に対してよだめアップを。ただまあそうね、かぐやとかは獲得経験値 10% アップ持ってねえんだよな。かぐや欲しいわ。サブ効果で経験値 10% アップってめちゃくちゃうまくない？しかも水属性だからさ、カツオ編成とかに入れられるんじゃん。カツオ編成に無理なく入れてさ、獲得経験値 10% のウィンの普通に売れピーなんだけど、いいよな。かぐや欲しい、4凸欲しい。3月24日にランク上限が275に引き上げられますと。で新機能天パの祈り追加ですと。数値は開発中のものであり今後変更を行う場合があります。現在 のイベント国心心のマニアックにてこちらの方天パの祈りをお試しすることができますね。一応動画上げてるんで気になる方は見てもらえればと思います。毎日1回挑戦できるんで忘れてる人は、毎日マニアック挑戦しておきましょう。でディメンションヘイローが緩和されますと。エンジェルヘイローベリハを一度クリアした後のディメンションヘイローの出現率を少し引き上げるほか、ディメンションヘイローが9回連続で出現しなかった場合10回目で必ず出現するようになります。うん、まああのあれだな、銀ペンだね、銀ペンの緩和になってるかな。まあアーカー社とかやっておくと一応いいんだけど、まあ今とかもアーカー社結構なんか時間かかったり下ったりすることもあるからね、そこら辺難しいよな。ディメンションヘイローあると楽だよね、そういう意味で。ディメンションヘイローはこれ3月24日にあるんで、もしエンジェルヘイローというか、まあ、10点の最終を目指しますよっていう場合だったら、こちらのディメンションヘイローをやるためには3月24日まで待った方が美味しいかもしれません。でスキルジュエルとスキルシャードの仕様変更が3月24日にありまして、でそちらの方は回収されますので注意しましょう。で引き上げされるんですよね、美味しくなるんですよ。美味しくなる代わりに、まあその美味しくなっちゃうから溜め込むとかね、まあ今溜め込むって言ったらな、なんかちょっと自説的なあれがあるけれどね、まあそういうの回収されるから気をつけてねっていう話でした。で、武器スキル強化時の機能回収、あ、そうだ、これ言われたわ。これ超、これも神アップだよな。3月24日に武器スキル強化時の機能回収、スキルレベルアップの最適化がされます。スキルレベル強化量の可視化がされますと。だからその強化しやすくなる、武器スキルを強化しやすくなるっていうアップデートだな。まあ、これはやっぱ欲しかった、分かりづらかったよね。まあ、僕はもうさすがに暗記してるけど、暗記してない人とかは、まあ、暗記してる人前提みたいなのもあれだしね。これが来たのは俺は嬉しいなと思ってます。そう、これも神アップデートなのよ神アップデートなんですよ。バトルメンバーの並び替え機能追加、3月24日バトルメンバーの並び替え機能を追加いたしますと。編成画面から直接バトルメンバーの順番を並べ替えるように。これ生放送で言ったけどさ、あのすでに選んでるキャラクターをあの変えようとするとさ、あの選択欄から消えんだよね。例えばじゃあこの中からアテナを入れ替えて、あのアニラに入れ替えよう、アニラを2番手にしたい、アテナを4番手にしたいっていう時にアテナ選んじゃって、で俺誰選んだっけ、あー分かんねえけど、まあアテナ入れ替えてアテナチョイスするかって思ってこうアテナ探したけどアテナいないみたいな、あれどこどこずっと迷ってたけど、あ俺アテナ選択してたわっていうのがあるんですよ。そう、まあこれは俺はあるあるだと思ってるけど、それがねバトルメンバーを直接順番で入れ替えられるようになるっていうのはマジで神アップデートだったね。これはいいアップデートだと思ってます。はい、でプレミアムフライデークエストがアップデート、対戦予定のプレミアムフライデークエストのトレジャー交換にてスキン用武器と大事なものが追加されますと。プレミアムエビフライ、金曜日から日曜日の間獲得 EXP が 1% 上昇いたします。来た、3月上限解放、最終限解放、プライマル、オールドプライマルシリーズ、
4月以降武器プライマルシリーズオールドプライマルシリーズの最終上限解放を予定しておりますということで、これはいいね。まあこれ最終上限解放で武器はね少しだけ変わると思うから、まあのマグナ編成は特にちょっとこれは楽しみにしたい所存であります。で、トリプルゼロどうして空は青いのかパート3が復刻開催されます。4月20日4月28日にイベント、トリプルゼロどうして空は青いのかパート3を復刻開催いたしますと。でイベント報酬で無くなる竜の武器が、未獲得のユーザーが1本もらえます。サンダルフォンの最終上限解放素材も入手可能となってます。はい、で次、新やり込みコンテンツ10点後期の武器。まあこれはあんまりあれだな。新やり込みコンテンツ10点後期の武器を追加。10点後期の武器はスキン10点の極みに至りし者と同様、上級者向けのやり込みコンテンツとなっております。で新高難度マルチバトルベルゼバブ討伐戦が追加されます。5月下旬に新高難度マルチバトルベルゼバブ討伐戦を入手予定、追加予定ですと。これフェイトレスがなしでさ次の古戦場に挑まなきゃいけないの結構ひどいというか結構悲しいよね。割とグラブルバーサスの武器を適当に選んじゃったんでマジかと思ったわ。なんか俺六竜とかでもらえるのかなと思ってたら5月下旬なんだね。水売り古戦場フェイトレス持ってる人有利だよなって正直ちょっと思ってます。で、次新マルチバトル六竜 HL が追加されます。5月頃より順次新マルチバトル六竜 HL が追加されます。マルチバトル専用の新しい報酬も追加予定ですということで、まああのソロとはちょっと違うのかな。ソロよりマルチバトル専用でなんかもらえるみたいなんで、まあちょっと楽しみにしたいですね。で、次スペリオルシリーズの最終上限解放。5月以降武器スペリオルシリーズの最終上限解放を予定しております。また一部の武器にバランス調整も実施予定ですと。これダマスカスナイフだよね。でこれ剣種だよな。名前なんだっけ、エクスカリバーかな。ウルリクムミもバランス調整でウルリクムミするの。普通にウルリクムミ今でも使われるヒット武器だと思うけど、まあ、ダマスカスナイフがどうなるかっていう話だよな。まあ、トレハンに応じて火力アップとかなのかなって思ったりするけど、でまあ剣種武器が増えることによってエクスカリバーがちょっとどんどんね高級剣種、なんかどこでも得られない希少な剣種武器だったんだけど、まあ、剣種武器が増えてちょっとエクスカリバーさんがどんどん追いやられちゃってるんで、まあ、そこら辺の調整は期待っすね。で新水着バージョンキャラクターイラスト公開。ティナ、これなんか正直俺 SR だと思ってるんだけど、どうなんですかね。ティナ新水着バージョンキャラクターのイラスト、3月といえば水着って言ってたんで、寒中水泳するだろうな。こんな服にももうちょっと物々しくあれ。で、新 EX ポーズ公開と。3月20日に追加する新 EX ポーズの来週だね、イラストを公開しました。おっぱいの女、おっぱいの女、おっぱいの女と。ありがとうございます。で新リミテッドバージョンキャラクター、新リミテッドバージョンが追加されます。無限ですね、無限が追加されますと。でキャラクターに、あ、これ楽しみにしてる、アップデート。新キャラクター、あ、ごめん、キャラクターに覚醒レベルを追加。覚醒レベルというキャラクターの新たなステータス追加を予定しておりますと。で覚醒レベルが上がるごとボーナスとしてさまざまなステータス上昇、覚醒レベルの上昇にはトレジャー消費を予定しております。これもね、なんかクオンみたいにボロボロやるのはやめてほしいなって思ってて、俺やっぱねそこら辺はなんかクオンとかでキャラクターにその覚醒の縛りがついてると、やっぱ古戦場とかがね、俺覚醒してないからなみたいな、俺クオン使ってねえからなこのキャラにみたいなね、そういうのがあるんで、僕はねなんかそこら辺の縛りはしてほしくないなっていうのが祈りではある、覚醒レベルに関してはねっていう感じです。で新イベントバブイルの塔開発中ですと。2020年夏頃の公開を目標に新イベントバブイルの塔を開発しております。複数パーティーを塔編成し塔を攻略していくイベント、バトル中のメンバー入れ替えなど新しいバトル要素もありますっていう感じですね。まあ一応ルナの塔って言われてますね、プリコネのやつをもじってね。まあ実際どんな感じになるのかなっていうのは楽しみにしておきたいところですが、まあルナの塔みたいになるんだったら僕は申し訳ないですけど、フルオートはしっかりと追加しておいてほしいっていう、まあ、ルナの塔、僕ルナの塔やってないんだよね。プリコネのルナの塔120回ぐらいですね僕。一応あのランク157 47ぐらいなんですけど、それでも僕はねバブイール のルナの塔は140とかであんまやる気起きないんですよね。はい。で勲章が獲得できる新イベント検討中です。お、そうだこれだ、
勲章が獲得できる新イベントを検討してますと。で、決戦星の古戦場とローテーションで入れ替わっていきますので、まあ、年一なのかな、今後古戦場っていうのは年一6属性とかになるんですかねっていうような感じで、星の古戦場が減るんですかね。うん、気空団と個人それぞれで目標達成を目指す新イベントを検討中ですっていうことらしいです。で、ああそうだ、これもありましたね。10点集最終上限解放22020年内に10点集の最終上限解放2を追加いたしますと。まあ現状だったら結構評判良かった、やっぱよだめ上昇系が全体化する、それは俺正直10点集全員来ると思ってるんだけど、どうですかね。よだめアップ全員に来そうじゃない？てか天使武器をなんか不要にする、まあ不要っていう卓もある調整みたいな、俺それは絶対あると思うよ、10点の最終2に関しては。まあアビリティは分かんないな。うん、まあこれはちょっと楽しみにしちゃってるけどね。俺は楽しみだけど、まあちょっと最終素材とかどうなるかにもよるかな。まあでも、うん、まあ最初とんでもねえよって言われてたけど、なんだかんだやったしな最終上限解放自体もとんでもねえ、これありえねえよみたいな感じだったけど、なんだかんだやったんだよな。なんかそうなるとちょっとそこら辺は頼ますって感じだな。ヒヒロカネ10個ぐらいは置いといた方がいいかもしれない。頑張って貯めようかなと思ってます。で、コラボイベント開催、5月にアイドルマスターシンデレラガールズコラボイベント第8弾を開催いたします。2020年5月開催予定ですということで、割とじゃあ6月古戦場なのかな、そうですね、6月古戦場ないそうですね、4月古戦場、5月コラボイベント、6月古戦場みたいな感じになりそうな感じですね。うん、で巻き戻し対応がリセットされますということで、僕もソルレムナントをね巻き戻してもらおうかなと思ったら、課金コンテンツなのであれは DLC の有料コンテンツなので、グラブル VS のまあおそらく無理なんだろうなっていうフェイトですね。はい、毎日最高100連ガチャ無料ルーレットキャンペーン開催、3月10日より3月31日、毎日無料最高100連ガチャ無料ルーレットキャンペーン開催いたしますということで、これはね神イベントだよな。相変わらずこのガチャピンイズ神イベントで、今回はね200連、最終200連はないんだけれども、最終日100連確定、さらにレジェンドフェスが同時開催されますよっていう、今までになかったやつですね。まあ実質だって200連でさ SSR3% とさ100連で SSR6% だったらそんな変わらんしな。しかもリミテッド武器出るからさ、これはちょっといいよね。うん、いい、楽しみ、3月30日楽しみにしております。で、グラブル VS サウンドトラック&設定資料集発売と。グラブル VS BGM いいんだよな、俺メーテナのやつ好き。ビビリ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 。で、キャラクターソング情報、2020年6月に青いドスの歌うキャラクターソング第19弾が発動しております。なんかさ、俺この画像を見てさ、もう美麗を超えてさ、もうもはやギャグになっちゃってますやん、ギャグを超えてギグですやんって言ったら全然みんなに伝わんなかった。めっちゃ絵がいい、でももう絵がいいけどこの絵はもはやギャグになってしまってますやんと。で、アオイドスのあれギグと合わせてギャグがギグになるっていうダジャレだったんですよ。全然伝わりませんでしたね。美麗を超えたギャグ、ギャグを超えたギグっていう生放送でちょっと言ったんですけど、全く伝わらなかったですね。びっくりするほど伝わらなかった。うん、まあ僕もあんまりよくわかんないですけど。で、次、ミニアルバム3000世界発売ですと。3月10日より降臨朝廷の翼 HL の BGM など人気楽曲を収録したミニサウンドトラックのデジタル配信がスタートしておりますということで、3000世界ぜひとも。で、次、ステラマグナファーストアルバム発売、グラブル世界を彩るステラマグナのファーストアルバムをグラブルエクストラフェス2020年にて2020にて先行販売いたします。アニメ情報、3月11日にグラブルファンタジー G アニメーションシーズン2のブルーレイ DVD 第4巻が発売されますと。で、ロリッコのフェリーのやつですね。僕なんかね、これを見た時にね、まあ、ちょっと不適切な発言をしてしまったんですよね。いやでもそんな僕なかなか言わないですよ、そんなヤクザみたいな、まあ、ちょっとなんかヤクザみたいなこと言っちゃったんですけどならず者みたいな、スーオファミリーみたいな
なんか禁薬ヘブン売ってるチンピラみたいなあの単語を発してしまったんですけど、僕そんな言わないですけどね、そんな言葉強くないですよ僕も。なかなかなんかそんな、なんであんな言葉出たのか分かんないですけどマジでなんかチンピラみたいな単語を発してしまったんで、気になる方は生放送アーカイブを。でグラブルジータチャンネルが好評配信中です。アニメ特別編ジータ編を3月27日から24時から放送いたしますと。で武器がねスカイエースとドラゴンスレイヤー持ってんすよねなんかすごい武器持ってんだよな、なんか課金武器持ってんだよね。まあ、ジータはね俺杖型なんですよね。なんかシーズン1のアニメもそうだったんだけど、ジータだけねとんでもなく強い。グランとジータの実力差ランク250なんだよね、このジータだけ。多分そこら辺結構受けてたんで誇張してるんじゃないかなと。多分俺杖ジータが出るんだろうなって正直思ってます。3月28日より大正のドンキホーテ、鈴原ルルがドンキホーテ行くなんてチンピラのお店だぞって言ってた。まあ、俺みたいなやつがいるお店だぞって、多分なんか傷ついてる人いたんで、鈴原ルルがドンキホーテ行くのに傷ついてるぜみたいなんで気をつけましょうね。グランブルファンタジー行く人は、ジアニメーションシーズン2、グランブルファンタジーはチンやめた、限定書き下ろしグッズを販売と。3月28日単勝のドンキホーテで限定書き下ろしグッズはすごい、ボリューム満点激安ジャングル、詳細はアニメ公式サイトツイッターにて後日発表と。書籍情報、追憶のアーシベル、これパーシベル、あの違うわ、パーシベルじゃないわ、名前なんだっけ、あのですね、ポンメルンだ、ポンメルンの過去の話ですね、うん。で、5月29日にグラフィックアーカイブ6とグラフィックアーカイブ6エクストラワークスを発売決定と。だからかなりね、この表紙で変わってるもんね、表紙で結構もうなんか雰囲気が変わってるんで、このグラフィックアーカイブも、まあ、今のなんかやつを見てみる、昔のやつを見てみるってのもありかもしれないしね。でスカイリープ情報、2019年8月より DNA から配信中のスカイリープですが、グラブルをより快適に楽しめるアップデートを予定しております。待望のクイックアクセス複数設置機能を開発中ですと。でモバフェス情報、4月5月もお得なモバフェス情報、グラブルエクストラフェスのチケットが販売されております。まあコロナがね5月にピーク来るんじゃないって言われてるんだけど、そこがどうなんだろうって思いつつっていう感じかな。まあコロナ情報待ってからでもなんか悪くなさそうな感じはする。でグラブルフェス2020が開催ですと。そうですね、12月11、12、13、いいね、楽しみだね。グラブルファンタジーバーサス最新情報で、そうだね、そうゾーイが4月下旬参戦っていうのが、最後のハテナキャラクター誰って言われてたんだけど、ゾーイが発表されてたね。でキャラクターパスの紹介編完全版が出てますよということで、 YouTube が紹介されてますで、こちらグラブルバーサスだね。で、そうだ、6月にレイジーの参戦が決定しました。これもともと言われてたよね確か。賞金総額なんと500万円を予定しておりますと。募集人数1024人、大会形式ダブルエリミネーション、で新情報の紹介は以上となります。改めて6周年直前生放送グラブルアニバーサリースペシャルのご視聴誠にありがとうございました。楽しかったよね、かなり情報あって俺はすげえ満足したわ。6周年を迎えグラブルというコンテンツをさらに多くの方々に楽しんでいただけるようスタッフ一同精進してまいりますので、今後ともグラブルファンタジーをよろしくお願いしますという感じでございました。いやーでもなんか俺の中ですっげえ意外だったのが、リスト強化がもうすでに実装されてたってことだなあ、追加で購入する形式だったんだね。もう昔すぎて忘れたよ。最初にやったんだけどね、俺も。リストのさ、あの、拡大された時。リスト拡大を、あの、報奨石もらった時に、真っ先にやるタイプなんですよ、俺。あの、倉庫の拡張って真っ先にやるんだよね。どのゲームでもそう。倉庫の拡張真っ先にやるタイプだったんだけど、もうあまりに昔すぎて、このリストの保有拡張が、あの、追加でアイテムで購入形式だったの、もう完璧忘れてて、あ、もう実装されてたんだね。みんなも忘れないようにね。はい、700になったの、超嬉しいわ。っていうところとか、あ、まあ、古戦場に備えてね、師匠降臨とかもあるんだけど、まあ、師匠降臨でも、スクラッチがもらえたりとか、まあ、あと新ジョブとかもまだ取ってない人は、ぜひとも取ってみてもいいんじゃないかなというところで、新情報をなかなか改めて見ていく動画でございました。まあ、ここから1週間ごとにね、どんごん、この六竜が出たりとか、まあ、23だっけ、28だっけ、まあ、そこら辺にも第2弾のでっかいアップデートがあったりとか、すげえ楽しみにできるアップデートが揃ってるんで、まあ、僕は、まあ、とりあえず現状のアップデートを味わい尽くしつつ、明日も師匠降臨だしね、味わい尽くしつつ、ちょっとさらにちょっと楽しみにしたいなと思っております。
ということで、6周年のアップデートをまとめて見ていくよ動画でした。クラリスかわいい。それじゃまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。